おはようございます。佐伯高校2年生徒会副会長倉本結香です。 RCC スクール広島中高生ニュース。今回は山里に佇むアットホームな学び屋佐伯高校から星空に魅せられた天才少年のニュースをお届け。3年生の塩田さんは天文学の知識や発想力を問う国際天文学オリンピックの日本代表の一人としてオンライン参加しました。おはようございます。天文学オリンピックはどうでしたか？世界中から代表が集まっていて、すごくレベルの高い大会でした。天文学を好きになったきっかけは何ですか？星を好きになったきっかけは、小学生の時に、流星群を見て星が好きになりました。それを勉強としてやろうと思ったのは高校生に入ってからで、アニメや漫画の影響を受けて星を勉強しようと思いました。将来はどんな人になりたいですか？天文学の魅力を伝えられるようなことができる人になりたいです。好きな星があって、一角十座の特異変更星 V838 星って言うんですけど、そこも謎だらけの星で、そういうのの、謎を明らかにするっていうのもすごくやってみたいなと思います。以上、佐伯高校からでした。バイバーイ。